40話にて最初で最後の親子喧嘩に涙が止まらないみんなの反応集。それではどうぞ。最初で最後の親子喧嘩がここで見れたことがマジで何より嬉しいわ。戦闘シーンもめちゃくちゃ神作画で大満足です。こっからどんどん見せ場が増えていくから正直作画不安だったけど、めちゃくちゃ安定してるし、本当にマッパが呪術廻戦してくれてよかった。全員じゃねえのか、よかったなってのがついにテレビで、小安さんの声で、パパブロで聞けたことを心から嬉しく思います。やっとこのシーンがテレビで聞けた。本当に嬉しい。正直ここまでのシーンもこれからのシーンも渋谷事変すべてを通してここが好きだから聞けて嬉しい。マジでウサギぶっ飛ばす時の速度とんでもなくて、クソ笑った空気を押し出してぶっ飛ばしてるのかと思ったけど、まったがれきをぶち飛ばしてるのね。パパブロの強さが原作以上に盛られてるのは個人的には嬉しいけど、盛られすぎ。パパブロの強さ想像以上に持って作られてるの、クソ笑ったけど、迫力満点すぎて見入った。動きヌルヌルなの良すぎるわ。自分で全員家に売ってやるよ。とは言ったものの全員じゃねえのか、よかったなって言ってるのがもうなんかすごいギュってなったわ。いいね。術式が暴走しっぱなしで、最後に気づいて死ぬじゃなくて、ちゃんと目が黒色じゃなくなって正気に戻った状態でこの会話してるのがエモすぎる。リコちゃんも大好きだったし、サシスも大好きだから、それを崩壊させた大先輩としてパパブロのことは正直あんまり好きじゃなかったんだけど、この回で大好きになった。いいパパやんか。正気に戻ったパパブロが真っ先に死ぬことを選んだのが全ての答えだと思う。思ってるよりも悪人じゃないって知れたことが嬉しいんだ。クズだけど、子供やるって言ってるのがママクロさんが亡くなった後の話なんだよな。この自暴自棄になってる感じも含めてエモいわ。もうどうでもいい、どうでもいいんだが、辛すぎる。恵みをお願いねって、お母さんの遺言もどうでもよくなるほど精神的に追い詰められてたと思うと辛いな。恵みをお願いねって遺言を守ったからこその全員家に渡すってことじゃなかったのかな。パパグロの元では幸せになれないと思ったから。いや、五条が全員に積み木と言って幸せになれるのかって聞いたら 100% ないって言ってたから、多分そうじゃないと思う。マシではあるんだろうけど、家がクソなのはパパグロが一番よくわかってると思うし、どっちも自分たちが家族だって気づいてないのが可愛い。最後に気づいたのも良かったけど、もうちょっとさ、会話して欲しかったよ。ここはこの一言で、パパブロだけが自分の息子だって気づいた描写が入るし、エモいからこのままでいいな。パパブロに対して勝つイメージを持とうとしてる恵みはもうその時点で立派だよ。特急を一瞬で払うようなバケモンだぜ。勝つなんて無理だ。かつて私たちは最強なんだという現代特急の術師二人を瀕死に追い込み戦闘不能にした男だぞ。勝つイメージなんてどう頑張っても湧くわけがない。あの頃のパパブロと今のパパブロどっちが強いんだろうって思ったけど、なんか渋谷事変のパパブロ速度とか盛られまくってるから、なおさら恵みが勝てるイメージ湧かないんだよな。身の息子に刃を向けてるのはまあ、仕方ない術式の効果もあるし、納得はできる。でもさ、顔がちょっと怖すぎるんだって。とんでもなく怖い顔してるけど、パパブロがめぐみを外に連れ出して殺そうとしてるってことは、あの中でめぐみが一番強かったってことよね。めぐみが一番強いのは違うんじゃない？ジョーゴもいたしておいとはいえ、ナナミもナオビトもいたから、パパブロが息子だから連れ出したってことだと思ってた。順番ぐちゃぐちゃすぎだろ。パパブロがめぐみを連れ出した後にジョーゴが入ってきたし、思い出したのは死ぬ直前だし、もっとちゃんと見て理解した方がいい。読解力なさすぎる。あべこべ戦の時に初登場した脱ウサギにも思ったけど、制作陣のウサギへの思い入れがすごいのよな。クオリティがめちゃくちゃ高くておもろい。このダットもお腹に模様があるさえ壊されなければ呪力が尽きない限り増殖はできるらしいね。お腹の中にその一匹入れておけば勝ちじゃん。噛んで突っ込んでくるパパブロはまあもうでしょうねって感じで納得できるけど、それを避けれるめぐみもめぐみで結構化け物では？
と見ながら思ってた。ざっとでお互い視界が塞がれてて見えないはずなのに、めぐみの位置を勘で見つけて突っ込む規格外のパパグロと、それを避けるめぐみだからどっちもおかしいわ。めぐみが中学の時に後輩連中とかをボコって学校の覇者になってたのとかも、パパグロの遺伝結構入ってないって一人でも抱いてました。ほんとこの親子尊いな。翔子さんが渋谷に来てるのも意外だったけど、やっぱ戦闘要員じゃないのか。当たり前だけど本当にこの人の術式が気になるわ。イノさんとイジチさんさりげなく生きてたなと思ってたけど、ちゃんと治療してる場面あったのね。イジチさんを救ってくれてありがとう翔子さん。パパグロが登場したことで翔子に映像がシフトするのもめちゃくちゃエモいし、その逆も叱り出し禁煙をやめてるのもエモいんだ。あんだけ渋谷事変は言ってから移動が見えないくらい早かったり、戦闘描写が盛られまくってるパパグロからこんだけ逃げれてるめぐみマジですげーよ。パパグロから逃げまくれてる時点でパパグロの強者に向かうってのはちゃんと正しいんだなってことが分かってすごくいいですね。切られそうなところでカエルに引っ張ってもらったり、手数が多いのも魅力だけど、やっぱ何よりも戦い方がめちゃくちゃ上手だなぁと思う。徳佐の影防術の10種の中にいないウサギとかカエルが結構な頻度で出てきてくれるのは実は嬉しかったりするんよな。宿ななみの超スピードを持ってるのもすごいけど、宿なの気配に気づいたならそっち行って欲しかったな、というかなんで行かなかったんだ。目の前にいる強者へと矛先が向かう、だから気配を感じたと言ってもそこに向かうわけじゃない。宿ながパパグロの視界に入ってたらワンチャンあったね。めぐみの作戦が綺麗にはまったのに、それすらも身体能力のみで回避できるのほんま、なんでそれが避けれんだよって思ってたら、めぐみも同じこと言ってくれて嬉しくなった。マジでなんでそれが避けれんだよ。術式目覚めたらお前らの家に売ってやるよって、自分の子供でお金稼ごうとしてるお父さんとかめちゃくちゃ嫌なんだが、正直自分のところにいても育てきれないし、術式至上主義の全員家ならきっと優遇されるし迫害されることはないだろうっていうパパグロの優しさ。まず術式を持ってなくても7億、術式が目覚めたら8億、さらにその術式が送電の徳佐の影防術であれば10億ってのがとんでもなさすぎる。めぐみおめえは金のなる木だ。少なせんでめぐみのこともって言ってたから、未だにめぐみはあれがお父さんであることも知らないし、五条が殺したこともまだ知らないんだもんね。いつ話すんだろう。その伏線というか話さないといけないことが残ってるから、めぐみは生き残ってくれるんだろうなって勝手に思ってる。この先の展開は全く予想できないけど、今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。